入れるかどうか分かんないけど、とりあえずユニバに来てみました。はい、ユニバに来ました。イエーイ。はい、まあ、ユニバといえばですね、この地球儀ですよね。ユニバといえばこの地球儀。天気もいいし、急遽ねユニバに来たんですけど、まあ、時間も時間なんで、そんなにめちゃくちゃアトラクションが乗れるかっていうとあれなんですけど、楽しめる範囲で楽しんでいきたいと思います。めっちゃすごい。なんかね、修学旅行生みたいな、本当に学生がめちゃくちゃ多いんですよね。すごい。なんか乗り物とかも60分待ちとかで乗れるから、結構空いてるかも。はい、ポッター来ました。ポッター、なんかすごい、この世界観すごくない？え、めっちゃすごい。え、わかるかな、そのポッターの感じ、すごくない？自分使いたくなる。甘っ。はい、ディズニーだ。なんでここユニバーサルスタジオジャパン、スーパーマリオワールドに今向かっている感じですかね。あ、ニンテンドーワールド。はい、来ました、スーパーニンテンドーワールド。ね、夜のこのライトアップされてる雰囲気がめちゃくちゃいいですね。でもね、これに来たと言っても過言じゃないんですよ。これ土管の中を入るわけですね。こう土管の中を入って、こうマリオワールドに入るわけですよ。いやはや、どんな感じになるのかどうか。おお、すごい。あ、これあれじゃない、わかるかな、壁の中にこう入るやつ、壁の中に入るやつがありますね、絵が。あ、めちゃくちゃすごい。すごい。何これ、めっちゃすごい。何これ、めっちゃすごい。クッパ城とかもあるよ。ピーチ姫がいる。トゥルトゥ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 ル。ちょっとこれモザイクかけるの大変だな、お客さんの。すごい、ブロックがある。みたいな。なんか全然部分しか言わんのだけど、なんで？
バンドがないとダメなんですよ、この世界は。すげー、すごいですよ、これは。はい、ということでですね、ユニバーサルスタジオジャパン念願のというか、みんなが行ってて気になってたニンテンドーワールド、やっと来ることができました。ちょっとね、なんかバンドがないとコインを鳴らせないっていう衝撃を受けてはいるんですけど、すごくこのね、世界観で楽しめてるので僕は満足です。というところでですね、このチャンネルを少しでもいいなと思っていただいた方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではでは、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。